打った打った、これはどうだ、レフト伸びた、よく打った、入った、ホームラン、サヨナラホームラン、素晴らしい。弾道の打球はファンの目がついたまま左中間スタンドへ消えていきました。私が選ぶ名場面、名試合はこちらです。キャッチャー阿部慎之助。2019年9月27日東京ドームで行われましたジャイアンツ対ベイスターズの一戦です。昨シーズン限りで現役の引退を表明した阿部慎之助さんの功績を称えて、ありがとう慎之助と銘打って行われたあの試合でございます。まずは何と言いましても4番キャッチャーとして1574日ぶりにキャッチャーのポジションにつきました。外、変化球、バットが回りました。阿部真紀孫の変化球を空振り、しっかりボールを受けました。握手をします。阿部がベンチに引き上げます。そしてご自身のバッティング、打った、通算406号ホームランを放ちました。まさに自身の、まあ、そのありがとう慎之助という銘打って行われた試合を自ら飾るという素晴らしいバッティングでした。この試合に取材として私は行っていたんですが、その中でも最も印象に残っているシーンがこちらでございます。登場曲セプテンバーでございます。4番ファースト阿部、大きな声で、そして皆さんの声が揃った慎之助コール、本当にこれだけ皆さんに応援されて、こんなにも多くの人に愛されている選手なんだなということを改めて感じるシーンでした。今後阿部慎之助監督が育てる若きジャイアンツと未来のスター、誰が登場するのかも注目していただきたいと思います。今年もプロ野球をお楽しみに。